本日の巻狩りの一番手柄は大井の死を射止められた一文字殿じゃ。まずは終着。あの大井の七名、突然わしの前に飛び出しおった。馬は跳ねるわ、射止めるどころか落馬捕まってた。父上、あの大井の獅子、この場で料理ましょうか。あれは古いの獅子、肉は固く臭い、とても食えん。さながらこの火で捕らえよう。食えるかも。煮ても焼いても食えぬわ。それゆえ本日の狩りを共にし、こうしてよしみを深めておる次第じゃ。さよう。拙者も我が姫と三郎直虎殿との縁組をもって一門に綾部両家の絆を一段と強めたいと考えておる。待たれ、拙者もその所存だ。一文字殿、本日は良い機会じゃ。ご返答願いたい。三郎殿の嫁子に拙者の姫を選ぶか、それとも綾部殿の姫を選ぶか。困ったのう。姫は二人、殿は一人。この次郎目に嫁がおらねばの。京阿弥、なんぞ魚を捕まつれ。へい。